皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで本日なんですけども、人が離れていく人のね特徴と心理についてねお話をしてみたいなと思います。まあ大人になるとねどうでしょうか、いちいち相手にね、まあ、その怒ったり注意したりするってことがね、まあ、だんだん避けてくるんじゃないでしょうか。まあただ人そのために人によってはね、注意されないから大丈夫だなんてね思ってしまう人もねいるかもしれませんけども、まあ、非常にねこう注意が必要だと思います。これは大丈夫ってわけじゃなくて単に相手がね言わないだけなんで、まあ不快に思ったりね我慢したり、まあそんなこといっぱいありますんでね、それが続くとねその人は何も言わずにねあなたのそばから離れてしまいますよということになっていきます。まあ離れていった人に今度はね離れられた人がね、なんで俺から離れたんだみたいなね、まあこういうね勘違いまで起きてしまうってこともあるとは思いますけども、まあね離れていった人がねどうして自分から離れたのか、まあ、こういったことをね知る上でもね今回の話とてもね有意義なんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。人が離れていく人ですね、まず相手の気持ちを考えないっていうことですね。まあ普通一緒にいたくないなと思う人の代表っていうとどうでしょうか、自己中心的な人だったりするんじゃないでしょうかね。本当にね、自己中の人っていうのはねもうやたらめったらもうね、自分の利益もねその自分の、まあ、思いのままにね、話してまあその自分が特に、まあ、一番じゃなきゃ気が済まないとかね、まあ、そういうのがよくあると思います。しかもねそういう人に限ってね自分がその他者を押しのけて、まあ、真ん中にいなきゃ気が済まないっていうようなそういうね傍若無人な態度あるいはね傲慢不遜な態度に対して直さなければいけないんだっていうふうにね思わないということがね一番厄介だったりすると思います。まあそのまあ自己中心的な考え方、まあ、いろんなねこう分かりやすい言い方で説明されていることあるんですけど、とにかくね自分軸でしかねものを見なくて、まあ、相手の目線というんでしょうか、相手の立場って考えるみたいなことがね、非常にこうできてないということで、まあ、こういう例ではねいい人間関係築くっていうのは難しいんじゃないでしょうか。まあどうでしょうね、この結局基本的にですけど、人がね不満を抱くことの原因っていうのは自分に対して気遣いがない、あるいはまあそれは、まあ、同じこととしてですけども、自分のことを大切にしてくれていないと感じることがベースになることが多いです。だから人にと関わるときは相手にしていることを自分がされたらどう思うのかということをね常に考えなければいけないということですね。自己中の人はね相手の立場に立って物事を考えるねこう思考の癖みたいなものができてないケースが多くてですね、自分が同じことをされたら起こるようなことをね人にやってしまうということですね。自分がされたら嫌なことは人にはしない、ね、これはねいい人間関係を築くためにはねとても重要なことだと思います。まあでもねその自己中の人ね、もう自分の都合とか自分の心地よさみたいなものを優先してますからね、まあ大概の人はね、それでも許容範囲っていうのがまああるんですけど、まあ、それをね、超えてしまうほどね身勝手な振る舞いをしてしまえばね嫌われてしまうのは当然なのかなというふうに思います。うん、これはねいわゆるねわざとそうしてるっていう場合と、あと天然でやってるっていう場合があるんですよね。だから天然の場合はこう例えばですけど、相手がね自分のこと嫌ったり離れていったりした時にね、なんで俺悪くないのにあいつにこんなこと言われなきゃいけないんだとかね、なあこういうああいうこと言ってるあいつが悪いんだってね、俺はね何も悪いことしてねえんだっていうようなねものの言い方よくするんですけど、まあ自己中の人の、まあ、本当ね、最も自己中らしい特徴なんじゃないでしょうかということですね。はい、
ですね、次はね、人が離れていく人の特徴で、自分の正しさを武器に正当化するというのがありますね。先ほどの自己中というのは、要はまあはっきり言って、まあ、天然はあるにしても、まあ、大人としての成熟度が非常に低いということがね、大きな原因だったんじゃないかなと思いますけども、まあ、次はですね、自分の中の理屈、正しさに固着してね、私は間違ってない、私は正しいと思ってる、だから、まあ、相手がね、違う意見だとあなたが間違ってるとつい否定してしまうと。しかしね、この価値観の差っていうのはね、人によっていろいろあるんでね、そこに正解じゃないわけですよね。絶対的正しさなんていうのはね、本当にまあ、ないに等しいですね。それをいちいち、じゃあさも正しそうな、その何ですか、法律だとか、うん、なんかそういう裁判だとか、そういうなんだか権威にねすがって、その権威がこう言ってんだからこれが正しいんだみたいなね、ものの言い方するんですけどね、うーんってこう、そうですかって感じでね、じゃああなたと離れるのもね自由でしょってそのね、権威にいちいちこだわってるあなたが面倒くさいからね、離れるのも自由ですよねと、離れることが何か違法性があるんですかなんてね、逆にね反発されちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。まあこのね、大事なのはね、プライベートとかで過ごすときね、特にね、ビジネスであればまだしもですけど、正しい正しくないとかね、どっちがおかしいっていう論争よりね、お互い気分よく過ごしましょうよっていうのが大事なんですよね。うん、正しさなんてそこに必要ないわけですよ。で、自分の意向を正当化ばかりして相手を不愉快にもさせていたらね、本当にね、うん、みんな離れていきますよねっていうことでね、自分基準の正しさばかり追求していく人生を選びたいっていうんであれば別ですけど、それは一人で生きていくっていうね、まあ、孤独を覚悟しなきゃいけないっていうレベルですね。他人があなたにいつもね合わせてくれるっていうふうに考えるのはおかしいってことだと思います。だから あなたもね、他人に合わせてほしいならまずですけど、他人にあなたを合わせる努力をしましょうということに、ね、なってくるんじゃないかなと思います。まあ、もっとね、こう正しさとかなんとかだというよりも、さっき言ったみたくお互い気分よく過ごす、じゃあ気分よく過ごすためにはどうすればいいんですかって言ったら、優先すべきは正しさよりも優しさなんですね。お互いに気持ちよく過ごすために相手を気遣いながら折り合いを見つけることが、でいい関係がね築けるということだと思います。まあ、これはね、恋人がいる人でもそうだし、友達と一緒にいる時でもそうだしね、ご夫婦なんかでもそうだと思いますけどもね、相手にカチンと来ること言われたとか、まあ相手がね怒っちゃったという時に、一生懸命取りなしたりとかねすることもあるしね、ごめんなさいすることもあると思います。そういう中でね、もし気分を害してしまっても、自分があなたの気分を害したのは私が正しいから、それを受け入れられない、あなたが間違ってるなんて言ったらね、もう絶交されても仕方ないよとかね、喧嘩がよりねレベルが深刻化しますよっていう話になるんで、早期の解決を目指すためにはね、もう本当にね、まあ100歩でも200歩でも引いてね、まあ、あるいはですけども、相手の気持ちを最大限優先してあげてね優しさを持って対応する、これが大事なんじゃないでしょうか。もう一つね、人が離れていく理由、まあ、相手との折り合いをつけないということでね、まあ、今の話にね、よく、まあ、帰着する話になってくるんであれですけども、かぶってしまうようですけどね、結局相手がね、もう例えば自分がこう 100% 正しいなって思っても、それを押し付けて相手に合わせさせるよう、無理やりね合わせさせるようにするよりも、自分の中ではもう納得できないなと思っても、譲歩してお互い納得する方向でね持っていくってことが大事なんですよね。だから、まあ変な話ですけど、例えば約束した時間守ってくれないね、腹が立つ、その時に、まあ逆に言うと、まあ1回2回ならまあこういうこともあんのかななんて思うしね、まあ遅刻する方からしてもね、いろいろまあ理由があるのかなと思う、言えると思います。ただそれがね、あ、この人は遅刻しても大丈夫だと思って遅刻ばっかされるとね、
この人大丈夫かなと、人の約束軽んじるのかなみたいなね感じになってくると、まあ、人間的にどうかななんてね考えたりすると思います。まあ、そういうね不信感みたいなものを増幅させるっていうことは、結局遅刻してる人っていうのは、まあ、相手を見下してはいないのかもしれないですけど、自分の都合を優先してるから、まあ、相手が待ってる待たせることに悪いなっていう気持ちが足りないのかなって思います。まあそういう風になると、待たされる方からすると、この人とこれからね付き合っていく上でこういうことがしょっちゅう起きるんだったら、ちょっともう考えようかなみたいなね感じになるのかなと思いますんで、なかなかね、まあ長続きする関係を築くっていうのは難しいのかなと思います。まあですので、こういう場合、何が大事っていうと、やっぱ最後はね気持ちの問題なんですよね。もっと言うと、気遣いができるかどうかなんですよ、ね、遅刻ばっかりして相手が怒ってくれたらまだいいんですよ、ね、怒ってくれれば気をつけようっていうきっかけをもらえるからね、大人になるといちいちそんな言っても分かんねえだろうみたいになっちゃうと、まあ、この人は分かんない、気遣いができない人なんだってなっちゃって離れちゃうってことですね。はい。まあ、あと、結局その今言った話に戻りますけど、もうその結局対処法じゃなくて、まあ、どういうふうにすればね相手にされない人ではなくてね、相手が一緒にいたくなるっていうふうに思える、そんなね人間になれるかっていうと、まあいろいろあると思いますけども、まあねこういったことを心がけましょうということで、まあ、端的に申し上げればですね、相手の立場に立って、物事を考える癖をつけるっていうことですね。でもう一つが、自分の正しさばかりを主張し押し付けない、ね、正しさよりも優しさが重要ですよということですね。それでですね、相手と折り合いをつける、これはですね譲歩する姿勢を見せるということですね。もちろん何でもかんでもというのは難しいと思います、ね、これが今言ったことが全部できるんだったら相当な人格者なんでね、できるうまくできてるところもあるし、まあ、なかなかねうまくできないよっていうところもあると思います。でもそれ全てね悩ませになって一つの人格ですから、ただ少なくとも相手の立場に立ってね物事を考える癖をつけるとか、自分の正しさばかり主張し押し付けないとか、相手と折り合いをつけるっていうのは、これね本当にね結構最低限の話だと思いますんでね、こういったところをきちんとね踏まえた上でね人間関係構築していけばですね、まあ、少なくとも、人がねこう離れていくなんていう人間にはねなりにくくなるのかな、まあ、そんなこと思いまして一本ね動画作らせてもらいました。ありがとうございます。失礼します。